皆さん、いかがお過ごしですか。福岡市がお送りする心のオルゴールの時間です。今日は私、中澤裕子がお届けします。皆さんはキャッププログラムをご存知ですか。世界各国で採用されているいじめや虐待、性暴力などから子どもを守るための 予防教育プログラムですアメリカで起きた小学2年生の女の子のレイプ事件をきっかけに教育や医療などに携わるさまざまな分野の専門家が集まって考案されました日本でも幼い子どもが性犯罪の犠牲となる痛ましい事件は後を絶ちません九州で20年以上にわたりキャッププログラムの普及に取り組んでいる虹色キャップ代表 重永,永さんは教師や保護者などの大人に向けた啓発プログラムはもちろん保育園や学校などで子どものワークショップも行っていますもしも体に触られるなど嫌なことをされそうになったらもしも脅迫されたら寸劇などを通して対処方法を分かりやすく教えています 時々授業が終わってもなかなか帰らない子がいます。重がさんがゆっくり時間をかけて話を聞くと、やがて子供たちは勇気を振り絞って語り始めます。家庭内での性的虐待のこと、性暴力にあったけれど誰にも言えないこと、子供は直接的な表現ではなく言葉を選びながら、 迷いながら懸命に話そうとします。長年こうした子どもたちの告白を受け止め保護につないできた重永さんは言います「多くの子は自分にもちゃんと人権があってつらいことは我慢しなくてもいいんだということを知りません」「そんな子どもを狙う性犯罪は大人が思う以上にたくさん起きています」 幼い子は自分が何をされているのか理解できません年齢が上がっても脅されたり家庭崩壊を恐れたりと助けを求めるのは命がけです知るということは大切です自分を守る力を得るということなのです性被害に遭っている子ども自身が言葉で表現するには大変な勇気が必要です 性暴力を絶対に許さない社会であるために大人が「何か困っていることはない力になるよ。あなたには安全に生きる権利があるんだよ」と声をかける勇気を持ちましょう。